モダンエレクトリックスはかつてアメリカ合衆国で発行されていたアマチュア無線の実験家向けの技術雑誌である。1908年4月にヒューゴー・ガーンズバックによって創刊され、1914年まで刊行された。ヒューゴー・ガーンズバックが刊行した最初の技術雑誌である。当初はガーンズバックが経営するエレクトロインポーティング社が扱う。 無線部品の情報の提供や、アマチュア無線の普及を目的とした雑誌であったが、後に技術を主題とした小説も掲載されるようになった。1911年4月号の、梅草としてガーンズバックが執筆した小説が、公表となって1年にわたる連載となり、後に SF 小説、ラルフ 124C41 として出版された。発行部数は二千部から急激に増加し、 1911年には5万2千部まで増加した。1908年、同市は無線機の所有者と、そのコールレター、所有している機器の種類や運用方法などを一覧にしたワイヤレスレジストリーを発表した。この雑誌は1913年に売却され、1913年末で休館した。その後、エレクトリシャンメカニックと合併して、 モダンエレクトリックスメカニクスになった。ガーンズバックはモダンエレクトリックスデータ経験から1913年にエレクトリカルエクスペリメンターを1926年に SF に特化したパルプマガジンであるアメージングストーリーズを刊行した。ありがとうございます。